日本東京都墨田区向島向島は東京都墨田区の地名。現行行政地名は向島1丁目から5丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は131-0033。墨田区中西部に位置する。墨田川、北実験川、引き船川通り、鳩の町通りに囲まれた地域である。東は引き船川通りを介して押し上げと、 北東は、鳩の町通りを介して、東向島と接している。町の西端を北帝通り、中央を国道6号、東端を引き船側通りが南北に貫いている。最西端は、隅田川に沿う形で、首都高速6号向島線向島で入り口があり、一部は北帝通りの上にかかっている。北帝通りと国道六号の中間に鍵盤通りが同じく、 南北に通っている。県番通りは、おととい京都交差点により北に伸びる700メートルほどの道路であり、国道6号との分岐点近くに牛島神社がある。通りには、南より、墨田、京都文化資料館、神戸小学校、三巡神社、向島牧帝組合、幸福寺、長明寺などが隣接していて、北端は牧帝通りと合流する。 合流点近くには、王貞春の一本足打法のレリーフが掲げられている、墨田公園少年野球場、こととい団子、長明寺桜餅などがある。ここから、墨田川岸に出ると、約100メートル下流に桜橋があり、この橋周辺の河岸に延々と桜が植えられており、現在でも、牧定の桜として親しまれている。鉄道については、地区内を、 所在地としている駅は存在しないが、南部を東部伊勢崎線が通っており、道線東京スカイツリー駅ホーム生誕の一部は、東地区にかかっている。向島三丁目には、久温山乗船寺がある。乗船寺は、北は現在地から、南は源の森川まで広大な境内を有し、松寺八火事を要する本山であった。この駅や徳川将軍家の厚い通景を受けた。 苦行門関で、境内には、この疫病も混流されていた。ちなみに、墨田区内の宮中本寺各寺院は、上仙寺と蓮華寺の二家寺のみである。向島牧庭組合を中心とした向島2丁目、5丁目付近に、両帝が点在している。向島は、広域地名として、墨田区のうちでかつて、向島区であった、北部地域に対しても使われることがある。 旧向島区は、現在の京島、墨田、立花、堤通り、東、墨田、東向島、文園、八広の全部と押し上げの一部に、ほぼ相当する。なお、現行の向島一丁目から五丁目の区域は、旧向島区ではなく、明治時代から1947年の墨田区成立までは、東京市本属に属し、 現在でも本所地区の一部とされるので注意を要する。また、繁昌地名としては、浅草の対岸にあたる隅田川東岸地域として用いられる。住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、向島3の14の6の地点で41万2千円、平方メートルとなっている。一説には、現在の都営白髭東アパート付近に、 隅田川五殿という徳川将軍の休憩所があり、その北西にかつて隅田川に向かって流れていた内川が隣接していたため、その対岸となる北西の東部を将軍の向こう島と呼んだことに由来すると言われる。これは現在の都立忍ぶが丘高校付近にあたる。歌川広重しかし、隅田川東岸には牛島、柳島、寺島などといった地が点在しており、 西岸地域に住む庶民がこれらを、川向こうの島という意味で単に、向こう島と総称したとも考えられ、特定は難しい状態である。なお、向こう島の名前が正式な行政地名として、使われるようになったのは1891年に、向こう島小梅町、向こう島須崎町、向こう島中野里町、向こう島受地町、向こう島押上町などといった町名が、 成立してからである。小野古山は明治初めに、画順ならずとして、夢かすという呼び名を考案した。この名を用いている作品に、竹久夢路の夢かす夏遊幻影がある。向島には、花町が存在し、芸人数は100名以上を誇り伝統文化を守り、積極的に活躍している。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。向島百貨園、向島警察署、向島消防署、向島税務署は、向島の名を関するが、地内にはない。また、現行の向島1から5丁目は、本所消防署、本所税務署の管内であり、また一部を除き、本所警察署の管内になる。ありがとうございます。